フェマールです。本日のお題というか、これは普通の今までの動画とは違うことをやっております。以前もやったんですけども、あの眠りにつけるトーク集みたいな感じの感じで、あのドライブのなんていうの、助手席乗ってる人ってさ、なんかこう眠たくなるじゃないですか、運転中横乗ってると。で、まあこれを動画を見て、見るというか聞き流すと眠くなるぞっていうような設定の、まあそういう撮影をしたいと思っております。そこでまあ今回テーマもね、一応言っていきますと、まあ、年末ということで、先ほど動画撮影でその今年1年の締めくくりのその言葉は言ったんですけども、それ以上のやっぱそのもっとこれを10分ぐらいなんか語ったら面白いかなと思って今始めました。で、今2021年の12月の8日かなですね、もうすぐ年末ですけども、ちょっと早いんですけど、今年の総括、来年の抱負でも語っておこうと思っております。で、ちなみにこちら、国道365号線のこちらは横丁かなになります。そこを北陸自動車道脇を走ってる道ですね。そこを帰り道のグダグダのお話をしたいと思います。今年1年本当お世話になったのは本当感謝しております。昨年末の登録者数が9000人ぐらいかなだったと思うんですけども、そこから始まって今年、まあ、多分年末ぐらいには3万人超えてるか超えてないかぐらいと思うんですよ。ですから2万人増えたってことですね。で、 YouTube の仕組みとして僕が直感で思うのは、だんだんこの人が増えていくことにこのこう二次曲線っていうかこう上がってくるんだ、生きてるんですよね。で、不思議なもんでね、 YouTube ってその動画の良し悪しもほらあるんですけども、結局 YouTube さんがそのこの動画いいよってプッシュしてこの人の動画のトップページにこのおすすめで出てくるようになってるんですよ。で、それによって回数が増えるイコール、まあそれでまあ面白い動画であればこれで登録してくれるわけじゃないですか。でもその比率っていうか、そのやっぱいっぱい見てくれればその登録する人も増えるわけですよね、っていう風な、なんかおすすめの仕方があるんやと思うんですよ、実は。ですから内容の良し悪しったら悪いですけど、まあ、多少それも吟味されてますけども、そうでなくても増えてくる仕組みになってると思うんだよね。だから前ショート動画でこの推移を出したと思うんですけど、それでうーってこう上がってくるんだよね。だからまあ必然的にほんの1万人になったらその3万人になるスピードっていうのはやっぱ増えてくるにはなってるんだと思います。で、おかげさんでそれに私はサーフィン波乗りの上にそうやって乗らせてもらってますので、ただやっぱちゃんと作ってないとそれは評価してくれないような仕組みだと思います。ね、週1回だちゃんと出している、まあ、サムネをちゃんと作って、これに視聴者さんが食いつくようなものを出しているかどうか、時間数が長くないと、まあ、その分なんですか、結局広告がつかないと、いわば YouTube さんも結局商売でやってますから、広告がいっぱい出る動画をプッシュしたいわけですよ。そういったものを私もそれを、まあ、そうやって YouTube さんのためにと思ってやれば、まあ、そうやって伸びていくもんなんだなと思っておりますけども、その波に乗ったわけで、まあ、3万になっております。まあ、私としてはもうちょっと言ってほしかったんだけどね、本当はね。ただまあそれでもまあ結構早いペースだと思ってます。今現在で調子よくて1日100人から100何十人ぐらいの推移で増えてってますね。あとこれ、まあ、ちょっとこれクリエイター側の話になっちゃって申し訳ないんですけど、でもクリエイターの人は多分興味ある話だと思うんですよ。私の方のデータ的なものっていうのが、視聴者さんがやっぱ45から55っていうのが一番比率が多いんですよ。で、それの山のてっぺんとしてその富士山の裾野のようにこう広がって40代30代20代10代っていうふうにこういう曲線になってます。
ね、40代とかってやっぱ金持ってる人が多いじゃないですか。そういう人に対して広告出せば結局 YouTube も金入ってくる、あのじゃあ広告も見てくれたらそれをクリックする人が多いっていうのがありますから、まあ、そういった意味で私のチャンネルの動画は40代そういうお金持ってる人に対してのアプローチができるってことでこうやって伸ばしていただいてるんだと思っております。まあ、その辺は役得ですよね。ちなみにこれ柳瀬トンネルに入りますね。柳瀬トンネルはもう日本で一番信号が長いというトンネルでございます。でも私は多分運がいいからすぐ待つこともなく行けると思いますけども、あ、でね、運もね、ありますよね。マジで。で、まあ、これ言うとまたスピリチュアル的になっちゃうかもしれないですけど、やっぱ運は自分で作るものだと思ってますし、でそれが、まあ、ほんの得意分野、苦手分野っていうのがありますんでね。この僕はこの YouTube は、この、運が良くなる得意分野と思っております。だからまあ、伸ばさせていただいてるんかなと思ってるんですけど、僕的にはもうちょっとスピード速くてもいいんだろうなと思うんだけどな。まだまだちょっと思い込みが足らないんですね。で、それで、まあ、クリエイターの話はいいや、それで。で、そうは言ってもね、それをクリックしてくれてる方は、やっぱ視聴者さんじゃないですか。やっぱあなた方とか、見ていただいてる、今見ていただいてる皆さんのおかげなんですよ、本当に。本当に本当。これは本当感謝。いつもこれはもう、初期からもう思ってます。人に増えることの凄さっていうのは身に染めて思ってますから、今そのね一日に何十人とか増えてってますけども、それでもやっぱその一人一人のこの思いっていうのは僕は伝わってますよ本当。だって自分がね、結局僕が視聴者さん側と知るじゃないですか。で大概気に入ってる動画って結構見に行くんですけど、登録ってしないんですよあんまり。っていうのが何でかって、あの登録しなくても結構その傾向と対策で YouTube はこの人に登録してなくてもおすすめしてくれるんですよ。そんなでまあこと足りてるってのもあるし、あまりその登録したくないってのあるんですよ僕。意地悪とかじゃなくて、そういったのあるんで、いっぱい押さないんですよ。だからその逆の立場で考えたら、そんな僕みたいなひねくれもんみたいなやつが、まあ他の方もひねくれもんったら申し訳ないですけど、やっぱそう、なかなか押さないんですよ本当に、ね、その中でやっぱそれを私の動画を見ていただいて、それをクリックしていただいて登録してくれてるわけですよ。その重みはめちゃめちゃいつも感じてます。本当一人一人の方にこの見えないですよ、この誰が登録してくれたかっていうのは、コメントしてくれてるとかそういうんじゃないとわからないわけじゃないですか。めっちゃ飛ばすのみんな。この中でも僕は夜中うろうろしてましたから。でそんなわけでね、めっちゃ感謝してるんですよ。で見えない方々ですけども、見える方々にも感謝しますし、人知れずをしていただいている方、本当に感謝します。結局皆さんがそうやって見ていただけるわけで、私の収益が成り立っているわけですし、ね、視聴者さんがいくら増えたところで、この回転しなければ何の意味もないんですけども、でもそれも数字に伴って、大体私のこの動画っていうのは、1本出すことに、視聴者さんの数、今、2万9000人か。っていう数に対して大体その登録者数超えはしてるんですね。大体ね、まあ本当になんかあんま回らないのもありますけど、1万回らないのもありますけど、大概ものならすともう絶対この3万以上のものは出していただいてるんで、だから逆に言うとね、そのそれって結局登録してない人が見てるからそんだけの数になってるわけですよね。でそういう方々にももちろん感謝しておりますし、その私と直接ね、そういう、まあ、最近のライブでそういう関わりがある方々はやっぱ直接そういう声いただいて、本当に直接そういうお礼とかも言えますけども、やっぱその見えてない方で
人知れず押していただいてる方、ね、まあ、登録もしてないけども、ね、常に見てる方に関してはめちゃめちゃ感謝しております。これは本当毎年毎年もの、本当思ってますんで、あの、それをやっぱ感謝として伝えたいなっていうのはよくあります。で、前あのコミュニティでちょっと書き込んだ皆様のおかげですみたいなこと書いたのは、そういう気持ちがちょっとあったんで書かせてもらったんですけど、で、まあそれでね、今後のことですけども、そうやって増えさせていただいておりますけども、来年になったらね、そのさっきの話だとこういう曲線で上がっていくんですね。2乗まではいかないですけども、逆に言うとね、かける2って思ってるんですよ、僕の中でも。その増え方っていうのは、だから1万人の登録者だったら1年間にかける2かけて、え、違うよ、赤い3倍、1万人かける3で3万人になったり、で、だから今3万人になったからサザンが9なんですよ、っていうぐらいの伸びができるはずなんですよ、僕の直感でいくと、ちゃんとやってれば。ただまあ、その曲線は必ず週1回は出さなきゃいけないですし、ね、その無駄打ちしてね、あの、下手な鉄砲当たりゃ当たるみたいな、そういう考え方でやるとやっぱそれは伸びないわけです。だからもうすんげえ YouTube ってめちゃくちゃあのシビアな世界なんですよ。本当もうデータでものどれだけこの動画の中で何分、10分の動画の中で5分見てくれたか4分見てくれたか、そういう高評価低評価とか、そういう全部そういうメタデータを分析した上でやってきなさるんですよね。だからあんま下手な動画を出しても逆に悪くなっちゃうんで、だからまあ週1回が限度だなって僕は思ってるんですよ。まあ、あのどうでもいい動画だったら変ですけど、そういうのやったら乱発はできるんですよ、ね。まあ、その対策で僕はあのサブチャンネルっていうのがあるんですけども、まあ、サブチャンネルはそこそこその辺ね、あのチャンネルパワーを求めてないって言ったらあれですけど、あれ求めてますよ、それは。ですけど、やっぱそういうチャンネルパワーに影響しそうな、やばくないけど、いや、そういうやつはサブチャンネルに回すんですね。ね、もうそういうデータ的に良くなるようなものを週1本のメインチャンネルで開けるっていうスタンスでございます。だけどそのもう少し高みへ行こうとすると、まあ高みって僕の中ではあの2桁万人なんで、ね、人気 YouTuber の僕の中のその定義っていうのは、まあ、10万人は最低いないとあかんなって思ってます。だからその銀の盾でもらえるようなそういうとこまで行くのに、来年度でそれをやろうとするとちょっと週1本でやるのはなかなかしんどいかなって思うんですけども、かといってそれをね、週2本出すっていうのは、まあ、私の方の家庭環境とか、ね、制約がめっちゃ多いんですね。仕事で、まあ、仕事はね当然優先ですから、そこを優先して上で、まあ、その合間で休みの時しかできませんから、まあ、そういった意味でなかなか週2本って難しいんですよ。で、効率を考えたいわけですよ。あと国道8号線出ますね。で、効率を考えるとね、今どうしてもね、何がネックかっていうと、はい、こだわってちょっとね、家のことが結構多いんでね、あるんで、それがもうちょっとフリーになってくれたらなって思うんですけど、まあそこもおろそかにはできないところで、でもうちょっとおにぎりが大きくなるとね、このもうちょっと大人っぽい考え方になってくると僕を頼らなくなる、まあこれはそれで寂しい話ですよ。ですけど、まあ、そうなっていけば、今の長男がやっぱそうやって離れてて、まあ、かといって別にこの嫌われてるのがこんなんじゃなくて、まあ、そうやってあのいい関係であのお付き合いできるっていうか、すごい彼はあの下の子の面倒を見てくれますので、その辺助かってますね。さすが兄貴さんですよ。で、まあね、下の子はだからって悪いわけじゃないですよ、全然。あのすごいいい子なんですけど、まあ、それはもう子供小学4年ですから、そういうもんですよ。ほら、感情と理性やったら感情が勝つに決まってるんですよ。ね、
これだんだんそれは大人になってきますから、そんで落ち着いてはいくと思うんですよ。で何が言いたいかっていうと、そうやって今ちょっと頼られてるところがこうと離れていくとなると、やっぱそれ僕も泊まりでやっぱ遠くの方の取材が生きるわけじゃないですか、ね、結局今の制約っていうのはそれがあって、家族の制約って言ったらまあ家族に申し訳ないですけど、まあ、僕は家族好きやしね、まあ、その子供関わるのも大好きなんですけど、そのやっぱネタ的で考えるとこの狭い福井の中でよくやってるなって自分すっげえ思いますよ。よくまあこんなうまいことネタ回してるなって思うんですけど、で、まあ、まあ僕のジャンルがそのこの田舎の中でできるその最良の方法、こういう山が多いから山道走ったら行けるっていうのがあって、うまくいってるっていうのもあるんですけども、やっぱもうちょっと近県出歩きたいっていうのがありますね。ね、それをしていきたいなと思ってます。だから、ね、かといってなあんま泊まりもなかなか行けないんですけど、まあでもそのちょっと高速を使って今も今日もねこれ滋賀県まで遠征してますけども、これぐらいならできるかなと思ってますんで、これで今そこの滋賀県で今4本5本ぐらいかな、サブチャンネル含めて結構撮ってきましたんで、そういうこともできますんで、それやったら週2本でも撮れたらまあうん余裕で2桁万にいけるかなっていう僕の思い込みがあります、うん、でもそこはやっぱりでっかいことはあった方がいいかなと思ってますんで、例え話で言うとスーツさん、まあ僕ね結構人目標にしてるったらあれですけど、別にこの動画の作成とか辺では全然目標にしてないんですけど、その伸び方ですね、なんていうかな、まあ人もねビジネスライクでやってますけども、人ほどにはなれないですけども、いやなれなくはないけど、なれますけど、まあ、そういう先人の方のそのやってることがあるとすごく僕もねなんかそれを目指せるっていうか、方もやっとその1万人やった時があるんですよ。で1万人になったっていうその動画でまあ人なんかあれですけど登録者増えても別になんてことないんだよとかってなんか言ってますけど、ツンデレなんか知らないですけど、僕は素直に言うと嬉しい方なんですよ。ただまあ方にもその1万人やったっていう時期がありましたんで、その時のそのまあ結果的に本当に2万人やったんですけど、遅れて出したことまで1万人記念の2万人の時にやったっていうすごい方なんですけど、まあその時で1日100人ぐらい増えてたってんですよね。だからまあそれを照らし合わせるともう自分にも可能なんかなと思ってます。かといってはその膨大にめちゃめちゃその、まあ、増えたら増えたでいいんですけど、増えたら増えたのその弊害ってのがあるんですね、うん、僕の中では。まあこれもライブでいつも言ってますけど、もちろんそのそれで儲けるのが目的ですよ、うん、僕は楽しみながら遊びを儲ける手段にしてるっていうか、今だってこれただ普通に普通の生活に行ったらこんなただの帰り道で音楽聴いて普通にふんふんとか言ってほんで帰るだけでしょうけど、まあこの時間も収益にできるわけじゃないですか、行ってみたらこれもネタになるっていう、これがまあ YouTube のいいとこかなと思ってるんですけど、何を言っちゃう、でまあそういう結局楽しみながらお金儲けができたらなっていうのが僕の根源なんですけども、ただまあこれを一生続ける気はあまりなくて、まあだんだんこの登録者さんが増えていったらこの頻度を下げていくとかそういうことをするとは思うんですね。でさっき言った弊害っていうのが、まあ僕もご存知の通りライブやってるじゃないですか、でライブチャットでそのこの機会でね、ボーイミちゃんでいろいろと受け答えをしてるわけじゃないですか、で結構それって受けいいじゃないですか。僕が視聴者さんだったらやっぱそのね単方向の一方通行のライブだったらなんか
まあそれはそれで面白いんでしょうけど、僕はそのなんだろう、そのトーク力がそんなないんでね、その僕はあの棒読みちゃん皆さんのコメントに助けられて、言われて突っ込んでることを僕はボケてる突っ込みとかすることができるから、まあいい風になってるんだと思うんですけどもね、もうそれが強みでやってるんですね、今のドライブライブっていうのは。でそれを今はね、チャットがポツンポツンってちゃんとオンタイムで受け答えできてるじゃないですか。でもうその人気のライバーさんとかになるとコメントブワーって流れるでしょ。そういう次元っていうのがやっぱ結局10万人とかになるとそういう風になっちゃうのかなって、それを僕は危惧してます。でいいことなんですけど、今までのような関わり方が、まあ、残念ながらできなくなっちゃうっていうのが、まあ、そこのデメリットなのかなと思ってます。でそんないっぱい流れちゃうと読めないじゃないですか。でピックアップするったってもうほんだけ何もう10分前のそのチャットが今オンタイムで出てくるともう全然、いや今このトンネル入ったんですよってのに、もうさっきのね、琵琶湖でしょってかいう話になっちゃうとね、意味ないから、それがやっぱなるとまた一方通行のライブになっちゃうのかなと、なんかそれが寂しいなって思うんですよね。僕はそこをめっちゃ危惧していますけど、でそれを、ね、振り分けるってのもまた嫌なんですけど、結局そのね、その流れるのを減らすとなると、その登録者さんだけしかコメントできないとか、人に1回コメントしたら3分はコメント次できないとかっていう風に減らしていかなきゃいけないこともあるんですね。あとそれともっと、まあ、もう良くなるとね、もっとそのいっぱいチャット来てくれるなってしまうと、またそれでも流れちゃうとなると、今度メンバー制とかね、そういったもので課金制でやらなきゃいけないとか、これこそスーパーチャットしてくれた人を優先にしちゃうとかってなっちゃうんだろうなってのが、僕の気がかりです、正直なところ。ね、仕方ないですけどね。だからそこはすごい僕の中のジレンマで、増えてもらってもその関わりが減るのはまあまあ致し方ないかなとは思うんですけど、まあね、だって初期の AKB48 が出会えるアイドルっていうコンセプトだったじゃないですか。でも今はとてもじゃないけど、そんな出会える気軽なアイドルさんじゃなくなったようなもんで、結局そうなっちゃうじゃないですか。それがなんか申し訳ないなと思って、そこはどうしてもないんですよね。ちょっと左曲がります。なんでまあ仕方ないんかなって思ってます。まあまあそこはその時はその時はって言いますけども、要は何が言いたいかっていうと、今のうちにね、それを言っとかないと、なんであいつ天狗になりやがってっていうね、SMS 教師は増えたからっていう、ね、あんま相手してくれなくなっちまったよってなるのが嫌なんですよ、僕は。それがとても嫌なんですよね、だから今のうちにこうやってジャブ打ってるんですよ、このね。すいませんね、ほんとこれで何もね、ならなきゃただのピエロですけどさ。だからもう常にこれをたまに言わせてもらってます。本当にちょっとこういうことで関わりが薄くなってしまざるを得ないのはまあ致し方ないと、ご了承くださいと今のうちに言っておきます。ただ今はね、できる限りのことこういうことはしたいと思ってます。まあ仕方ないんですけどね。かといってね、だからといっても
課金メンバーですごいお金をいただいて、メンバーシップでもらって、その方々だけのライブですれば、それは今ぐらいのレベルにはできますけども、なんかそれも微妙なんですよね。なんか、まあ、対価としては仕方ないとは思うんですけどね、うん、まあまあ例えばね、僕が、いつも言うダンディ坂野さんとゲッツしたいっていつも言ってますけどさ、あれだって別に僕はほんで1万円くれって言われたら、そういう1ゲッツ1万円って言われたら僕は出しますよ。それぐらいの対価ありますから、うん、1万で済まないかもしれないけど、その人の感情、その人の思考とかそういったもので、まあ、その価値は、まあ、それが高いか安いかっていうのはあるんですけども、それでもまあそれで濃い今まで通りの区割りをしたいっていう方がいらっしゃって、向こうで皆さんがそれを向こうからそれしてくださいっていうんだったら、まあそれはさせてもらいます、喜んで、うん、まあまあ本当喜んで、それはもう僕はもう銭儲けでやってますからね。ただなんか僕から言うのに気が引けるっていうのがありますんで、やっぱ、うん、でまあ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 そういうことですわ、うん、金の話はまあ汚いとかって言いますけど、これはもうでもそれはしといた方がいいんです本当、まあ、結局お金で回ってるその世界ですから、働いてるのは結局お金のためにやってますし、それはまあそれは日本人特有で、お金はなんかお金話するなって言うけど、そういうもんじゃなくてやっぱ必要なもんだと思ってます。やっぱ時間の切り売り、やっぱ自分、そのために自分の価値を、ブランドを上げたいっていうのを思ってます。だからまあライブやってるっていうのはその一つです。僕はこの動画だけでやってたら、動画だけの設定の僕しか見れないじゃないですか。でもこういう、まあ、今なんか結構素で喋ってますけど、結局そうやって動画では見せない自分の本音、そういったキャラクターとか言葉遣いとか、そういったものっていうのはライブでやっぱ出てくると思うんですよ。そういったので自分のそのそれがいいか悪いかの評価はもう皆さん次第ですよ、ね、でそれで好印象を取っていただけるような、私やれば、まあ、そうやって、まあ、その対価が上がっていただければ、そんだけ払ってもいいかっていう、スパシャ払ってでもちょっとコメントしてほしいなっていうふうな、自分が高みになればいいかなと思ってますんで、まあそれは皆さんの評価です。でそれは嫌ならやっぱそれはやっぱ見ないだけの話ですから、だから僕は一応コンセプトは、一応僕裏コンセプトっていうか、ライブとかではやっぱその否定的なことはあんま言いたくないので、できるだけできるだけ前向きな言葉、前向きな表現、前向きになるような、その皆さんがその言葉のトリガーで引き金でね、そのいい、僕が立って、しんとか、まあ、しんどいで言うかな、まあ、それしゃれで言うけど、まあ、冗談で言うかもしれないですけど、僕は辛いんだとか、なんか僕は悲しいんだって言ったら、やっぱみんな悲しみじゃないですか、そういうの、まあ、そういう時もありますよ、僕もあるけど。そういうのは、まあ、デフォルトでは出さないようにしてるんですよ。で、まあ、実際ないんですけど、僕は結構自分で言うんじゃないけど、すっげえポジティブな人間なんで、それはないんですけど、だからそれを皆さんに、なってほしいっていうか、僕のそのライブの言葉でその引き金となって、ああ楽しかったとか、そういう風な雰囲気の方向へ向っていただければっていうのが、まあ、裏コンセプトでやってますんで。目の前なんだっけ、なんたらトンネルですよ、古いトンネルがあります、旧北陸線ですね。なんでまあそうやってね、皆様のためにって言ったらまたそれもまたおこがましいですけど、でもそういう気持ちはやってます本当に、うん、でその対価でね、なんかそんなに元気出たよとか、なんかそういう一応やっぱりちょっとワクワクするとか、そういう風ななってもらえるんであれば、まあそんでもほんで対価でいただけたら僕は幸いですから、本当今後その辺はよろしくお願いしますと思ってます。はい、でまあそういうわけで、まあ言うことするように10万人を突破したいわけですよ、来年はね、令和4年か、令和4年か、
まあ、そういう感じになっております。そしてそれが達成していったらもっとワクワクするような動画作りも反映されますからね。幅広がりますからだってあの資金力増えたらやっぱそんな経費かけられますからね。やっぱ経費かけられていったら時間をお金で買うっていう、まあまあ僕は結構高速最近使いますけど、高速使って遠く行ってそういうみんなとの関わりもできますし、でドライブライブだって本当遠方で東北地方でドライブライブやるぞとかって行ったりもできますしね。そういったものもできますね。そしたらそこの人たちと会えますし、でさっきの話そうやって人が増えていったらちょっと今までみたいなものをいろんなとこ行くんじゃなくて一箇所に集まってもらって握手会的に握手これ何だよ、ね、そういう感じでできたらなって思ってます。まあ本当さっきの AKB の話じゃないけど握手ぐらいしかできなくなっちゃうかもしれないですよ本当。ただまあそのオフ会とかもねなんか泊まりでできたらなって大規模でほなディナーショーだねそれね。椎茸ディナーショーだけやめてください、うん、絶対嫌だ。そして別に椎茸克服する気はございませんから、足からずこれはこういうキャラクターでいきますんで、また右手に北陸商社道がやってまいりました。まあまあ最終的に本当に皆さんのっていうかそういう感謝の気持ちは多々あります、うん、本当にですからね、皆さんとより良い環境のもとやっていきたいなっていうのが、来年のさらなる抱負です。あとはまあそうだな、まあ今人数的なこと言っちゃったけど、テーマ的なものをもうちょっと広げたいっていうか、まあ鉄道関係が好きな方いらっしゃるんで皆さんね、その鉄道関係を絡めていきたいなっていうのもあります。どうしても、で自分もこの鉄道はそんなに2、3系たらそういうなんか細かいそういうデータそういうのは知らないんですけど、わからないんですけども、乗って歩くのは大好きなんですよ。昔からもう小学校2年からその福井前原間一人で同行電車乗って往復してるぐらいの人ですから、乗るのは好きなんで、そういう乗り鉄系のなんかそれを絡めたなんかそれをやりたいなと思ってます、ね、それはまた別チャンネルでするかサブチャンネルでするかメインチャンネルで織り込んでいくか、それはまあ今後の、まあ、トライアンドエラーでやっていきますけどね。だからまあそういったのもやっていきたいなと思ってますんで、まあ、それも楽しみかなって。それもやっぱ経費ないとねできないですから、その移動交通費でやっぱその僕が例えばサンライズ瀬戸とか乗りたいってなったらやっぱそれなりにやっぱ経費かかりますから、そんな3万円ね、往復に2万ぐらいするのかな、するかな、あちょっとその辺も詳しくないけど、それを乗って歩いてやって動画が2万では全然収益になりませんから、ただのそれじゃ趣味ですからね。まあでもトントンでは欲しいかもしれないんですけど、僕はまあ基本的にその大前提は儲けることなんで、そうしたいんですよ。まあね、ですからそれを含めてね、採算取れる用の利益の取れるそのことをやっていきたいと思ってます。でそれもやっぱり楽しみながら、やっぱり自分が楽しくないとそれできないですからね絶対。いやいややってるのはその動画制作になってうまくいくわけないです。感情が乗らないですから、ね、自分にぴったりじゃないとそれはできないと思ってますので、だからそういった意味で、収益取れる列車旅の企画もやっていきたいと思います。34分話してるね、あと5分ぐらいで終わります。でまたクリエイター的な話で言うと、やっぱり好きなことじゃないと伸びないと思います。で僕はこの国道、廃道、県道とかそういうのやってますけども、僕はやっぱそういうのが大好きなんですね。もともとこの高校時代からこの廃道をマウンテンバイクで駆けずに回ったりとか、ハイトンネル入ってって行ったりとかね、本当
先ほどの春日野水道ってあの幽霊トンネルみたいなとこも高校時代から普通に自転車で入っててますから、一人で、まあ、そんなんで免疫があって、皆さんが意外と見てる方ってすごいよう行くわ、あんなとこってすげえなとか、なんかあの怖くないのとか、やばくねって言ってますけど、僕の中では結構レベル低い中でやってるんですよ、ね、結構ね、あの僕ね本当に貸してやろうと思ったら本当あのなんだあの セーフティーなあのなんてハーネスか、ハーネスつけてなんか山登るぐらいのことやったら自分もやべえなと思いますけど、あの自分やってるのはあの落ちても死なないぐらいのとこ行ってますんで、であとここいつもあの街道行った時なんかの車崖で危ないだろうとか言われますけど、あのすんごいあれ安全マージン取ってますからね、あれでも結構で画像の画角とかですごく怖く見せることできるんですよ、実はあれって広角やとあんまり怖くないんですよね、広いと。であれを画角を狭めてその視点をちょっとねあの下にするとか、そういった撮り方とか、あと言葉でちょっと操ってるところあるんですね。ああ怖えとか言ってるけど、あの本当怖くないですよ、そういうとあんまり実際怖い時もありますけどね、あの言葉で操ってるとかそういったので、あの皆さん怖がらせてるだけですから、そんなに言うてあの危なくないとこ行ってますから、その辺ご安心ください。でそもそもそのそんなにあのめちゃめちゃひどいとこ行ってませんから、ほんとめちゃめちゃひどいとこはもうだからやめるじゃないですか、スースーって、あああかんって、あと直感もあるんでね、だからまあそのね、それでねあの危険度合いっていうか、それもちょっとマイルドにしていこうとは思ってますので、それを含めて別のジャンルっていうか、そのなんかねやっていきたいなと思ってます。木の芽峠トーンで、この右にも林道あります、今度行きます。でっけえジェットファイナー、なんかこれ眠るために言ったけど眠れないよねこれ、うん、これ、ね、寝れねえよなこれ、普通に聞いちゃうパターンの動画になっちゃったかな。まあまあこういうその今年最後令和3年そのニューダムの方の未成堂未成教の最後にこの本年1年ありがとうございました、来年もよろしくお願いしますとかっていうちょっとことは言った、その深い真相をこんな37分とか40分語らせてもらいました、これぐらいの思いがあの中にありますってことですよ本当で、一つは本当にもう僕は感謝が一番です、うんうん、それに伴って、まあ、皆さんにもそうなんかそういうハッピーな気持ちになるとか、そういう前向きな気持ちになるとか、そういう風な恩返しをしたいっていうのもありますし、その対価で私はその動画収益スパチャとかそういったあのスーパーサンクスとかそういうねいただいて、まあ僕はそれであウィンウィンかどうか知らんけど、うん、そうやって僕はやらせてもらってます。で一番は言いたいのは本当楽しませてもらってますよ、本当僕は本当自分の好きなことやらせてもらってお金いただいてます。こんな帰り道でこんなグダグダ喋ってるだけで収益になってますしね、実際これこれ でそれはそれでまた、まあ、皆さんにもその僕の中 その腹の内が多少は分かっていただいたと思いますし、でこれからもこういう話をしてみたいなって思います。だからそのライブチャットではその自分の本音が言い切れないんで、やっぱ皆さんのチャットが優先で、それに対して答える一言答えるまでが精一杯ですから、たまにはこうやってあの語らせてもらおうと思っております。今じゃ365スキー場前入試ですね、40分間喋りっぱなし、もうこれ未編集でこのまま出します、うん、でちょっと1本目本当はねお金に関することですごいなんか語ってたんですけど、ちょっとそれはちょっとカットというか、それをカットしたんですけど、ちょっと理解されないところもあるかなと思ったのでやめましたけど、まあそんな悪いこと言ってないですよね。まあ僕はこの金儲
直樹は世の中のためにもやってるってことを言いたいわけです。自分のためだけ、自分のためですけど、一番は自分のためだけでなく、その儲けていただいたお金を税金としてみんな皆さんに還元するとか、そういったことを、まあ、やりたいなと、いうのが、まあ、対極的な言い方なんですけど、まあ、そういった話をもうちょっと深く言ってたんですけど、まあ、それはまた聞きたい方がいましたらメンバーシップでもできたらその時でも言いますわ。ちょっと一般公開はできないよ、あの話は。はい、じゃあそんなとこかな。もうちょっと録画時間がなくなってきたんで、ベラベラ喋ってまいりましたけど、まあ腹の内分かっていただいたかなと思います。ここまでで寝れた方は大したもんだ。あ、寝れたかな。ある意味つまんねえ話だね。けどまあ聞いてる人は聞いてるかもしれないけど、お暇がある方は聞いておいてください。まあ今年来年の抱負と反省はないな、反省はないな、うん、感謝ですね。一番は感謝でございます。皆様のおかげでございます。ということで、まあ一応、まだ動画はありますけども、今年1年ありがとうございました。皆様のおかげで私は潤いましたし、まあいろんな意味で潤いましたし、心も満たされました、本当にね、まあ、あの僕は皆様のおかげで僕は助けられてます、本当に。あの精神的なことで、ね、もうまあ、僕はあの心強い人なんで、あのそういうストレスとかないんですけど、でもあの穏やかな気持ちになれるというか、で皆様がこうやってだって私をね、なんか慕っていただける、立ってサイン書いてくれとかツーショット撮ってくれって言われるなんてないですよ、なかなか。あの突の時ツーショット希望の方いたら言ってくださいね、いいですからね。まあそれもどうかと思う。あの僕から言うのもあれですけど、あのいくらでも応じます、ね、それも感謝の一つとしてね、あのお返しとして、ね、それ持ってたからって何かなるんだって思うんですけど、まあそういう悩んで、できるだけ皆様として、私は皆様はかけがえのない方々、で私がかけがえのない人物でなるように、そういう人になりたいですね。そういうことで来年もよろしくお願いします。本当に長々とご清聴ありがとうございました。またこのような話を、していただいて、してほしいとかってありましたら、トークテーマ言っていただければ、それに沿って、まあ、ベラベラと僕の僕のこのキャラクターで喋らせてもらいますので、よろしくお願いします。まあまあ、気が向いたらそういうこと言ってください。じゃあ、今年もよろしく、ありがとうございました。来年も、また来年か今年か知らんけど、またね、令和4年、よろしくお願いします。そして、10万人の高みへ、目指していこうと思っております。そういうことで、ありがとうございました。山田でございました。いい夢見てください。明日はきっといい日になります。おやすみなさいませ。でした、ありがとうございました。